まあ、やっぱり圧倒的に雪が少なくてありえないじゃないけど今までなかったから悲願を持っている人たちの声って響くと思うんですよね。スキー場に来て精一杯楽しんでもらうことが次の世代に雪山を残していくと楽しみながらやらないと巻き込めない。海外からも多くの人が日本の雪を求めて来てるみたいに本当最高峰の雪が日本にはあるなと思って。妙高とかだとねやっぱりすごい深いパウダーだったりとか本当にジャパウって言われるようなこうディープな、埋もれるようなパウダーにこう出会えたりとかやっぱそういう特色があるので今日はどこかなと思ってやっぱこうベストの雪を探しに行くのが多いですね。まあ、特に昨シーズン、まあ、2、3、2、4シーズンは僕大体多分31年ぐらいスノーボードやってるんですけど、まあ、そんなこんなシーズンは経験したことないっていうようなシーズンでしたね。多分みんな感じてたのはシーズンスタートがちょっと遅かったりいつもより、まあ、雪不足が原因で雪集められなくてジャンプ作れないってことで大会もキャンセルになったりとか、まあ、日本でも5、2月とかハイシーズンいつもだったら本当雪とか降るのに雨降って雪溶けちゃったりとかありえないじゃないけどあんまないじゃないですか。今までなかったから斜面山の標高の高いところから滑っていってこうぐーっとだんだん沢になっていってで夏だったら川があるんですけども、まあ、大体は10年前ぐらい雪降る年はそこ川の上雪があるんで滑ってきてたんですけど結構最近確率でもう下山が大変もう川を渡らなきゃならないっていうかもう滑っていけないようなぐらい、うん、大変ですね。その辺はやっぱ顕著に感じますね。率直にやっぱり温暖化が進むとシーズンインが遅くなってシーズンアウトがどんどん早くなって要はシーズンが短くなるんですよね。もうこの後どんどん増えるだろうなというふうには思ってはいるんですけど今年の冬の状況を見るとなんか思っていたよりそれが早く来てしまったのかなというふうにもちょっと危機感が高くなったり昔に比べるとやっぱりねそうやって雪がなくなったりとかこうスキー場も早くクローズしたりとかやっぱそういうところが気になってしまうのでこう何かこうもっと良くならないのかなってやっぱ思うところありますね。本当に厳しい状況になってるもう若い人と話をするのがもう最近辛いんですよね。涙が出てきそうになっちゃうぐらいやっぱりもうこの2023年2024年の気温とか海水温の変化とかもう行ってはいけないレベルまで来てしまってるっていうのをもう私たちも目の当たりにしてると思うんですけどそれがどれぐらい深刻なことなのかって伝わりきれてないっていうことの怖さを感じているしそれに対する対応も多くの場合も生ぬるすぎて10年20年したらもっとやっておかなければまずかったって振り返る時が来ちゃうんじゃないかと思ってるのでものすごい私は強い危機感を持ってます、うん、そういう、まあ、環境問題だったりとかもちろん自分なりにはそのゴミを減らしたりとかそういう風にはなってるけど車もやっぱ運転するしモービルだって乗るしそうしたいんだけどそうできてない自分に今葛藤中っていうか考えていかなきゃいけないけれどちょっと難しいですね今、まあ、滑れる未来を残すためには、まあ、気候変動の解決をしなければいけなくて化石燃料をまあ燃やして成り立っている社会のシステムチェンジがまあ必要なんですね。今いる企業の8割ぐらいはもう二酸化炭素をたくさん出すことによって成り立っているのでもう根本的に変わらなきゃいけないと。ファッションの業界って世界ですか石油の業界に次いで2番目にこう地球環境に対して負荷をかけてるってでもそこから変わっていかなきゃいけないっていうことでこう需要の予測をすごい正確にしてなるべくちゃんと売り切って廃棄を出さないっていうふうに企業ごとに努力されたりとかウィンターの業界だとフッ素フリーとかいうことも今すごい言われてますけれども非常に意識が変わってきていて、まあ、企業ごとにやれることをやって変わっていかなきゃいけないなっていうのは皆さん意識してるなと思います。ファストファッションみたいなものをあんまりその今までは気軽に
買ってたりとかしてたんですけど、ブルーサインの商品だったりとか地球環境に優しい作り方をしている、そういう商品をどうせ買うんだったら購入する時のポイントとして捉えていきたいなっていうふうに思うようになりました。スノーボードを通じて自分たちができる環境への配慮、いかにその身近で自分の無理をしない範囲でやれることっていうのを探してみる。昨年からバートンさんとパウさんとこの雪山を未来に残していく活動なんか一緒にできたらいいよねっていうことで、春先我々単独でこういう活動してますと言った時に、じゃあ一緒にやりましょうかという話になったと。本日ですね、ゲレンデのゴミ拾いをしてましたが、ゴミというのは年々減ってきてるというふうに思っています。これはお客様の意識の変化がすごくあるのかなと思っておりまして、お客様一人一人が自分たちができる範囲でスキー場で、タバコのポイ捨てをしないとか、自分のゴミは持って帰る、あとはアイドリングはストップするであったりとか、あとはなるべく乗り合わせで来るとか、そういった一つ一つの積み重ねかなというふうに思っています。東急不動産が保有している施設につきましては、使用しているエネルギーというのを全て再生可能エネルギーで賄っています。今後ろに見えているリフトなんかも全て再生可能エネルギーで賄っているというような状況でございます。まあ、スノータウンのサステナブル化を促す、やっぱり私たちが、遊びに行く場が変わるってことが、やっぱりスキーやスノーボードにとっても、変化を感じれたりとか、実感するし、地方から変わっていくっていうところも、この温暖化を止めるっていうところには大切かなというふうに思います。でも僕の場合だと、普段夏の間は山で林業をしていて、自分たちでこうフィールドを管理してるんですけど、それを少しずつこう良くすることによって変化も生まれますし、自分ができることの行動を起こすことが大事なのかなと思って、日々何がいいのかなっていうのはやっぱ考えるべきなのかなと僕も思ってます。例えば今こんなに暑いのに、全然政治では気候変動のことって優先順位が低いんですよね。なんでかって多くの人たちが気にしてないと思ってるからなんです。語らないと思ってるからなんです。なので本当にこう気候変動で頑張ってるような人たちとか、発信した人たちをもういいねとかハートしてる人たちが、もうこれが5万じゃなくて10万100万になったりしたら、全然あこれってみんなの声なんだとか、みんな思ってるんだってい もう簡単なことはそんなことでもよくて、何かできないやって思って動かないことが、もう現状を維持に加担してるっていうことになっちゃうから、そうじゃないことをしてほしい、したいっていうことを、やっぱ何らかの形で意思表示をするっていうところから始めるのはすごく大事かなっていうふうに思いますね。なんでやるのって言った時に、それはもう自然を守りたいし、食べ物だって守りたいし、そこに関わる文化とか遊びとか伝統とか守りたいし、しかもこれから生きていく若い人たちにそれをつないであげたいっていう、すごい私たちが大好きな守りたいものがいっぱいあるんですよね。それが今この1度2度3度って温暖化することによって本当に失われそうになってるんです。失われつつあるんですよ。やっぱりライディングの話以上にこういう気候の問題ってやっぱり多くの方が興味関心あるんで、全然ゼロ1個ぐらい違うぐらい見られたりすることもあるので、こう自分たちのフィールドを守るっていうところは、個人個人の一つの本当些細な行動も、束となればすごい大きな力になりますし、そういった部分は積極的により今以上に伝えていきたいなと思います。一人とかその企業だけで対応できる話でもないと思うんですよね。すごく大きい話で、でそういう中にあって、こうみんながこうつながっていくために、まずはそういう場を作ってコミュニティとして、じゃああなたはどう思ってるのとか、じゃああなたはどういう問題に対してどういうふうにアプローチをしてどんな反応があったのみたいな、こう共有していって、もうみんなで一緒になってこう意識を変えていく、でそういうことを業界としてやってるうちに、きっとお客様にも動きが伝わっていくの でそれによってこう社会って変わっていくものだと思うので、その小さな一歩なんですけれども、そういう場を作る、
コミュニティを作るみたいなことは媒体として心がけています。山滑るようになって、なんか雪質が変わったなとか雪が少ないなとか感じるようになったので、やっぱりスノーボードとかしない人とか雪山行かない人って雪がどうなってるとか感じる機会が少ないと思うので、少しでもそう発信して雪山を一緒に守っていきたいなって思いますね。